我が輩は猫である。夏目漱石。第三話。三毛子は死ぬ。黒は相手にならず、いささか赤爆の勘はあるが、幸い人間に知球ができたので、さほど退屈とも思わぬ。先だっては、主人のもとへ、 吾が輩の写真を送ってくれと手紙で依頼した男がある。この間は、岡山の名産、きび団子を、わざわざ吾が輩の名当てで届けてくれた人がある。だんだん人間から同情を寄せられるに従って、己が猫であることはようやく忘却してくる。猫よりは、 いつの間にか人間の方へ接近してきたような心持ちになって、同族を休合して日本足の先生と死友を決しようなどという両権は、昨今のところ妄想ない。それのみか、折々は、吾輩もまた人間世界の一人だと思う折さえあるくらいに進化したのは頼もしい。 あえて同族を軽蔑する次第ではない。ただ、正常の近きところに向かって一心の屋敷を置くは、勢いのしからしむるところで、これを変身とか軽薄とか裏切りとか表せられては血と迷惑する。かような言語を漏して、人をばりするものに限って、融通の効かぬ貧乏症の男が多いようだ。 こう猫の周壁を脱下してみると、ミケコやクロのことばかりに厄介にしているわけにはいかん。やはり人間同等の木ぐらいで、彼らの思想原稿を表出したくなる。これは無理もあるまい。ただ、そのくらいな形式を有している我が輩を、やはり パン病児の毛の生えたものくらいに思って、主人が我が輩に一言の挨拶もなく、きび団子を我が物顔に食い尽くしたのは、残念の次第である。写真もまだ撮って送らぬ様子だ。これも不平といえば不平だが、主人は主人、我が輩は我が輩で、相互の限界が自然異なるのは致し方もあるまい。 吾輩はどこまでも人間になりすましているのだから、交際をせぬ猫の動作は、どうしてもちょいと筆に登りにくい。明帝完月、諸先生の評判だけでごめんこむることにいたそう。今日は上天気の日曜なので、主人はのそのそ書斎から出てきて、 吾が輩のそばへ、筆すずりと原稿用紙を並べて、腹ばいになって、しきりに何かうなっている。大方草稿を書き下ろす序開きとして、妙な声を発するのだろうと注目していると、ややしばらくして、筆太に、こう一首、と書いた。はてな。 詩になるか、俳句になるか、孔一首とは、主人にしては少し洒落すぎているがと思う間もなく、彼は孔一首を書きっぱなしにして、新たに行を改めて、さっきから天然古事のことを書こうと考えている、と筆を走らせた。筆はそれだけで、はたと止まったぎり動かない。 主人は筆を持って首をひねったが、別段明暗もないものと見えて、筆の方をなめ出した。唇が真っ黒になったと見ていると、今度はその下へちょいと丸を描いた。丸の中へ点を二つ打って目をつける。真ん中へ小花の開いた花を描いて、 毎一文字に口を横へ引っ張った。これでは文章でも俳句でもない。主人も自分で愛想が尽きたと見えて、そこそこに顔を塗り消してしまった。主人はまた行を改める。彼の考えによると、行さえ改めれば四日日、四か三か五か六か、 何かになるだろうと、ただあてもなく考えているらしい。やがて、天然孤事は、空間を研究し、論語を読み、焼き芋を食い、鼻を垂らす人である。と、原文一致体で、一気火星に書き流した。なんとなくごたごたした文章である。 それから主人は、これを遠慮なく朗読して、いつになく、ははは、面白い。と笑ったが、鼻を垂らすのは血と酷だから消そう。と、その句だけ棒を引く。一本で済むところを、二本引き三本引き、綺麗な平行線を書く。 線が他の行まではみ出しても構わず弾いている。線が八本並んでも後の句ができないと見えて、今度は筆を捨てて髭をひねってみる。文章を髭からひねり出してご覧に入れますという剣幕で、猛烈にひねってはねじ上げ、ねじ下ろしているところへ、茶の間からサイ君が出てきて、 ぴたりと主人の鼻の先へ座る。あなたちょっと、と呼ぶ。なんだ、と主人は水中でドラを叩くような声を出す。返事が気に入らないと見えて、サイはまた、あなたちょっと、と出直す。なんだよ、と、 今度は鼻の穴へ親指と人差し指を入れて、鼻毛をぐっと抜く。今月はちっと足りませんが。足りんはずはない。医者へも薬令は済ましたし、本屋へも先月払ったじゃないか。今月は余らなければならん。と、済まして抜き取った鼻毛を天下の期間のごとく眺めている。 それでも、あなたがご飯を召し上がらんで、パンをお食べになったり、ジャムをお舐めになるものですから。本来ジャムはいくか舐めたのかい今月は八ついりましたよ。八つそんなに舐めた覚えはない。あなたばかりじゃありません。子供も舐めます。いくら舐めたって、五六円くらいなものだ。 主人は平気な顔で鼻毛を一本一本丁寧に原稿紙の上へ植え付ける。肉がついているのでピンと針を立てたごとくに立つ。主人は思わぬ発見をして感じいった手でふっと吹いてみる。粘着力が強いので決して飛ばない。嫌に頑固だな。 主人は一生懸命に吹く。ジャムばかりじゃないんです。他に買わなければならないものもあります。と、サイ君は大いに不敬な景色を両方にみなぎらす。あるかもしれないさ。と、主人はまた指を突っ込んでぐいと鼻毛を抜く。赤いのや黒いのや、 種々の色が混じる中に、一本真っ白なのがある。大いに驚いた様子で、穴の開くほど眺めていた主人は、指の股へ挟んだまま、その鼻毛をサイの顔の前へ出す。あらやだ。と、サイは顔をしかめて、主人の手を突き戻す。ちょっと見ろ。 鼻毛の白髪だ。と、主人は大いに感動した様子である。さすがのサイ君も笑いながら茶の間へ入る。経済問題は断念したらしい。主人はまた天然孤児に取りかかる。鼻毛でサイ君を追っ払った主人は、 まずこれで安心と言わぬばかりに、鼻毛を抜いては原稿を書こうと焦る体であるが、なかなか筆は動かない。焼き芋を食うも脱足だ。割愛しよう。と、ついにこの句も抹殺する。こう一種も、あまり唐突だからやめろ。と、惜しげもなく必中する。 余すところは、天然古事は空間を研究し、論語を読む人である、という一句になってしまった。主人は、これではなんだか簡単すぎるようだなと考えていたが、ええー、めんどくさい。文章はおいにして、名だけにしろと、筆を十文字に振るって、原稿紙の上へ、 下手な文人画の欄を勢いよく書く。せっかくの苦心も一時残らず落第となった。それから裏を返して、空間に生まれ、空間を極め、空間に死す。空たり勘たり天然孤児。ああ。と意味不明な語を連ねているところへ、 例のごとく、名帝が入ってくる。名帝は、人のうちも自分のうちも同じものと心得ているのか、案内も壊わず、ずかずか上がってくる。のみならず、時には勝手口から標然と舞い込むこともある。心配、遠慮、気兼ね、 苦労を生まれる時どこかへ振り落とした男である。また巨人引力かねと立ったまま主人に聞く。そういつでも巨人引力ばかり書いてはおらんさ。天然孤児の母命を占しているところなんだ。と大げさなことを言う。天然孤児というなやはり偶然同時のような怪妙かね と迷亭は相変わららずためを言う偶然同時というのもあるのかい何ありゃしないが、まずその検討だろうと思っていらねえ。偶然同時というのは僕の知ったものじゃないようだが、天然孤児というのは君の知ってる男だぜ。一体誰が天然孤児なんて名をつけて済ましているんだい例のソロサキのことだ。 卒業して大学院へ入って空間論という題目で研究していたが、あまり勉強しすぎて腹膜炎で死んでしまった。ソロサキはあれでも僕の親友なんだからな。親友でもいいさ。決して悪いと言いやしない。しかし、そのソロサキを天然故事に変化させたのは一体誰の所作だい僕さ、僕がつけてやったんだ。 元来、坊主のつける戒名ほど、俗なものはないからな。と、天然孤児はよほどガナナのように自慢する。名帝は笑いながら。まあ、その母姫というやつを見せたまえ。と、原稿を取り上げて。なんだ空間に生まれ、空間を極め、空間に死す。 食うたり、んたり、天然孤児。ああ。と大きな声で読み上げる。なるほど、こりゃいい。天然孤児相当のところだ。主人は嬉しそうに。いいだろう。と言う。この母名を宅安石へ掘りつけて、本堂の裏手へ力石のように放り出しておくんだね。がでいいや。 天然孤児も浮かばれるわけだ。僕もそうしようと思っているのさ。と、主人はし極く真面目に答えたが、僕はちょっと失敬するよ。時期帰るから、猫にでもからかっていてくれたまえ。と、名帝の返事も待たず、偶然と出ていく。計らずも、 明帝先生の接待係を命ぜられて、不愛想な顔もしていられないから、にゃーにゃーと愛嬌を振りまいて、膝の上へ這い上がってみた。すると明帝は、よー、だいぶ太ったな。どれと、無作法にも吾が輩の襟髪を掴んで宙へ吊るす。こう後足をぶら下げては、 ネズミは取れそうもない。どうです、奥さん。この猫はネズミを取りますかねと、吾が輩ばかりでは不足だと見えて、隣の部屋のサイ君に話しかける。ネズミどころじゃございません。お雑煮を食べて踊りを踊るんですもの。と、サイ君は飛んだところで急悪を暴く。吾が輩は宙乗りをしながらも、 少々決まりが悪かった。名亭はまだ我が輩を下ろしてくれない。なるほど踊りでも踊りそうな顔だ。奥さん、この猫は油断のならない総合ですぜ。昔の草草草にある猫股に似ていますよ。と勝手なことを言いながら、しきりに細君に話しかける。 サイ君は迷惑そうに、針仕事の手をやめて、座敷へ出てくる。どうも、退屈様。もう帰りましょう。と、茶を継ぎ替えて、名帝の前へ出す。どこへ行ったんですかねどこへ参るにも、断って行ったことのない男ですからわかりかねますが、大方お医者へでも行ったんでしょう。 甘木さんですか甘木さんもあんな病人に連れまっちゃ災難ですな。へ。と、蔡く君は挨拶のしようもないと見えて、簡単な答えをする。名手は一向頓着しない。近頃はどうです少しは胃の加減がいいんですかいいか悪いか、とんとわかりません。 いくら天木さんにかかったって、あんなにジャムばかり舐めては、異病の治るわけがないと思います。と、サイ君は宣告の不平を暗に命定に漏らす。そんなにジャムを舐めるんですか。まるで子供のようですね。ジャムばかりじゃないんで。この頃は、異病の薬だとか言って、大根おろしをむやみに舐めますので。 驚いたな。と、明帝は感嘆する。何でも、大根おろしの中にはジアスターゼがあるとかいう話を新聞で読んでからです。なるほど。それでジャムの損害を償おうという思考ですな。なかなか考えていら <laughs> ははははは。と、明帝は、細君の訴えを聞いて、大いに愉快な景色である。 この間などは赤ん坊にまで舐めさせまして。ジャムですかいいえ、大根おろしを。あなた、坊やお父様がうまいものをやるからおいでって、たまに子供を可愛がってくれるかと思うと、そんな馬鹿なことばかりするんです。二三日前には、中の娘を抱いて、タンスの上へあげましてね。どういう思考がありました と迷亭は何、を聞いてもづくめに解釈する何も何もありゃしません。ただ、その上から飛び降りてみろと言うんですわ。三つや四つの女の子ですもの、そんなおてんばなことができるはずがないです。なるほど。こりゃ思考がなさすぎましたね。しかし、あれで、腹の中は毒のない善人ですよ。 あの上腹の中に毒があっちゃ、辛抱はできませんわ。と、サ君は大いに機炎をあげる。まあ、そんなに不平を言わんでもいいでさ。こうやって不足なくその日その日が暮らしていかれれば、ョブの分ですよ。くしゃみ君などは、道楽はせず、服装にも構わず、地味に初体向きに出来上がった人でさ。と、 名亭は柄にない説教を陽気な調子でやっている。ところがあなた、大違いで。何かうちうちでやりますかね。油断のならない世の中だからね。と、標然とふわふわした返事をする。他の道楽はないですが、むやみに読みもしない本ばかり買いましてね。それも、 いい加減に見計らって買ってくれるといいんですけれど、勝手にマルンへ行っちゃ何冊でも取ってきて、月末になると知らん顔してるんですもの。去年の暮れなんか、月々のが溜まって大変困りました。なに、書物なんか取ってくるだけ取ってきて構わんですよ。払いを取りに来たら、今にやる今にやると言っていりゃ帰ってしまいまた。 それでも、そういつまでも引っ張るわけにも参りませんから。と、サイ君は無然としている。それじゃあ訳を話して、諸弱費を削減させるさ。どうして、そんなことを言ったって、なかなか聞くもんですか。この間などは、貴様は学者の際にも似合わん。ゴも諸弱の価値を返しておらん。昔ローマにこういう話がある。 高額のため聞いておけと言うんです。そりゃあ面白い。どんな話ですか名亭は乗り気になる。サ君に同情を表しているというより、むしろ好奇心に駆られている。なんでも、昔ローマにタルキンとかいう王様があって、タルキンタルキンはちょっと妙ですぜ。私は当人の名なんか、 難しくて覚えられませんわ。何でも、七代目なんだそうです。なるほど。七代目タルキンは妙ですな。う、は、ん、あ。その、七代目タルキンがどうかしましたかい。あら、あなたまで冷やかして渡つせがありませんわ。知っていらっしゃるなら教えてくださればいいじゃありませんか、人の悪い。と、サイ君は名てへ食ってかかる。 何冷やかすなんてそんな人の悪いことをする僕じゃない。ただ、七代目タルキンはるってると思ってね。ええー、お待ちなさいよ。ローマの七代目の王様ですね。こうと、確かには覚えていないが、タークインゼプラウドのことでしょう。まあ、誰でもいい。その王様がどうしましたその王様のところへ、一人の女が本を9冊持ってきて、 買ってくれないかと言ったんだそうです。なるほど。王様が、いくらなら売ると言って聞いたら、大変な高いことを言うんですって。あまり高いもんだから、少し負けないかというと、その女が、いきなり9冊のうちの3冊を火にくべて焼いてしまったそうです。惜しいことをしましたな。その本のうちには、予言か何か、 他で見られないことが書いてあるんですって。へえ。王様は、九冊が六冊になったから、少しは根も減ったろうと思って、六冊でいくらだと聞くと、やはり元の通り一文も引かないそうです。それは乱暴だと言うと、その女はまた三冊を取って、火にくべたそうです。王様はまだ未練があったと見えて、 余った三冊をいくらで売ると聞くと、やはり九冊分の値段をくれと言うそうです。九冊が六冊になり、六冊が三冊になっても、代価は元の通り一輪も引かない。それを引かせようとすると、残ってる三冊も火にくべるかもしれないので、王様はとうとう高いお金を出して、焼け余りの三冊を買ったんですって。どうだ この話で少しは書物のありがたみが分かったろう。どうだ。と力むのですけれど、私には何がありがたいんだか、まあ、分かりませんね。と、細君は一家の見識を立てて、名帝の返答を促す。さすがの名帝も少々を窮したと見えて、田元から判決を出して我が輩をじゃらしていたが。しかし、奥さん。と、 急に何か考えついたように大きな声を出す。あんなに本を買ってやたらに詰め込むものだから、人から少しは学者だとか何とか言われるんですよ。この間、ある文学雑誌を見たら、くしゃみ君の表が出ていましたよ。本当にとサイは向き直る。主人の評判が気にかかるのは、やはり夫婦と見える。 何と書いてあったんです何、二三行ばかりですかね。くしゃみくんの文は、幸運流水のごとし、とありましたよ。サイ君は少しニコニコして、それぎりですか。その次にね、いずるかと思えばたちまち消え、ゆいてはとこしないに帰るを忘るとありましたよ。 サイ君は妙な顔をして、褒めたんでしょうかと心もとない調子である。まあ、褒めた方でしょうな。と、メーは済ましてハンケチを我が輩の目の前にぶら下げる。書物は商売道具で仕方もござんすまいが、よっぽど偏屈でしてね。メーは、 またベッドの方面から来たなと思って。偏屈は少々偏屈ですね。学問をする者はどうせあんなですよ。と、調子を合わせるような、弁護をするような、不足不利の妙刀をする。仙だてなどは、学校から帰ってすぐ脇へ出るのに、着物を着替えるのが面倒だものですから。あなた、該当物がないで、 机へ腰をかけてご飯を食べるんです。お膳をこたつや屋柄の上へ乗せまして、私はお鉢を抱えて座っておりましたが、おかしくって。なんだか、イからの首実験のようですな。しかし、そんなところがくしゃみくんのくしゃみくんたるところで、とにかく、月並みでない。と切ない褒め方をする。月並みか月並みでないか、 女にはわかりませんが、なんぼなんでもあまり乱暴ですわ。しかし、月並みよりいいですよ。とむやみに加勢すると、細君は不満な様子で。一体月並み月並みと皆さんがよくおっしゃいますが、どんなのが月並みなんですと開き直って月並みの定義を質問する。月並みですか。月並みというと、 さよう。人を説明しにくいのですが。そんな曖昧なものなら、月並みだって良さそうなものじゃありませんか。と、彩君は、女人一流の論理法で詰め寄せる。曖昧じゃありませんよ。ちゃんと分かっています。ただ、説明しにくいだけのことでさ。何でも、自分の嫌いなことを月並みと言うんでしょう。と、彩君は我知らず、 うがったことを言う。名帝もこうなると、なんとか月並みの処置をつけなければならぬ主義となる。奥さん、月並みというのはね、まず歳は二八かにかからぬと、言わず語らず物思いの間に寝転んでいて、この日や天気正浪と来ると、必ず一票を携えて牧帝に遊ぶ連中を言うんです。 そんな連中があるでしょうかと、サイ君はわからんものだから、いい加減な挨拶をする。なんだかごたごたして、私にはわかりませんわ。と、ついに顔を折るそれじゃあ、馬金の胴へ、メジョーペンデニスの首をつけて一、一二年欧州の空気で包んでおくんですね。そうすると、月並みができるでしょうか 名亭は返事をしないで笑っている。何、そんな手数のかかることをしないでもできます。中学校の生徒に白木屋の番頭を加えて二で割ると立派な月並みが出来上がります。そうでしょうか同細君は首をひねったまま、納得しかねたという風情に見える。君、 まだいるのか。と、主人はいつの間にやら帰ってきて、名帝のそばへ座る。まだいるのかはちと酷だな。すぐ帰るから待っていたまえと言ったじゃないか。万事あれなんですもの。と、サ君は名帝を顧り見る。今、君の留守中に、君の逸話を残らず聞いてしまったぜ。 女はとかく食べんでいかん。人間もこの猫くらい沈黙を守るといいがなあ。と、主人は我が輩の頭を撫でてくれる。君は赤ん坊に大根おろしを舐めさしたそうだな。うん。と主人は笑ったが、赤ん坊でも近頃の赤ん坊はなかなか利口だぜ。それ以来、坊や辛いのはどこと聞くと、 きっと舌を出すから妙だ。まるで犬に芸を仕込む気でいるから残酷だ。時に寒月はもう来そうなものだな。寒月が来るのかいと主人は不審な顔をする。来るんだ。午後一時までにくしゃみのうちへ来いとハガキを出しておいたから。人の都合も聞かんで勝手なことをする男だ。寒月を呼んで何をするんだい なあに、今日のはこっちの思考じゃない。関月先生自身の要求さ。先生、何でも理学協会で演説をするとか言うんでね。その稽古をやるから、僕に聞いてくれと言うから。そりゃあちょうどいい。くしゃみにも聞かしてやろうと言うんでね。そこで、君の家へ呼ぶことにしておいたのさ。なあに、君は暇人だからちょうどいいやね。差し支えなんぞある男じゃない。 聞くがいいさ。と、名帝は一人で飲み込んでいる。生物学の演説なんか、僕にはわからん。と主人は、少々名帝の戦断を生き通ったもの,のごとくに言う。ところが、その問題が、マグネ付けられたノッツルについてなどという感想無味なものじゃないんだ。首くくりの力学という、脱俗長文な演題なのだから、 傾聴する価値があるさ。君は首をくくりそくなった男だから傾聴するがいいが、僕なんぞ。歌舞伎座でお勘がするくらいの人間だから、聞かれないという結論は出そうもないぜ。と、例のごとく軽口を叩く。サイ君はほほと笑って、主人を帰り見ながら次の前へ退く。主人は無言のまま、吾輩の頭を撫でる。 この時のみは非常に丁寧な撫で方であった。それから約七分くらいすると、注文通り関月君が来る。今日は晩に演説をするというので、例になく立派なフロックを着て、洗濯したてのカラーをそびやかして、男ぶりを二割方あげて、 少し遅れまして。と落ち着き払って挨拶をする。さっきから二人で大待ちに待ったところなんだ。早速願おう。の、君。と主人を見る。主人もやむを得ず。うん。と生返事をする。寒月君は急がない。コップへ。 水を一杯頂戴しましょう。と言う。よう本式にやるのか。次には白紙の請求とおいでなさるだろう。と、名亭は一人で騒ぎ立てる。寒月君は内隠しから装甲を取り出しておもむろに。稽古ですから、ご遠慮なくご批評を願います。と、前置きをして、いよいよ演説のおさらいを始める。 罪人を鉱罪の刑に処するということは、主にアングロサクソン民族間に行われた方法でありまして、それより古代に遡って考えますと、首くくりは主に自殺の方法として行われたものであります。ユダヤ人中にあっては、罪人を石を投げつけて殺す習慣であったそうでございます。旧約全書を研究してみますと、いわゆるハンギングなる語は、 罪人の死体を吊るして、野獣または肉食鳥の餌食とする意義と認められます。ヘロートタスの説に従ってみますと、ユダヤ人はエジプトを去る以前から、野中死骸を晒されることを痛く意味嫌ったように思われます。エジプト人は罪人の首を切って、銅だけを十字架に釘付けにして、野中晒し物にしたそうでございます。ペルシャ人は、 寒月君、首くくりと縁がだんだん遠くなるようだが、大丈夫かいと名亭が口を入れる。これから本論に入るところですから、少々ご辛抱を願います。さて、ペル写真はどうかと申しますと、これもやはり、処刑には貼り付けを用いたようでございます。ただし、生きているうちに貼り付けにいたしたものか、死んでから釘を打ったものか、 その辺はちょっとわかりかねます。そんなことはわからんでもいいさ。と、主人は退屈そうにあくびをする。まだいろいろお話しいたしたいこともございますが、ご迷惑であらしちゃいましょうから。あらしちゃいましょうより、いらっしゃいましょうの方が聞きいいよ。ねえ、くしゃみくん。と、また名亭がとがめ立てをすると、主人は、 どっちでも同じことだ。と気のない返事をする。さて、いよいよ本題に入りまして、弁じます弁じますなんか公爵士の言い草だ。演説家はもっと上品な言葉を使ってもらいたいね。と、名帝先生、また混ぜ返す。弁じますが下品なら、何と言ったらいいでしょう。と、寛月君は少々むっとした調子で問いかける。 名帝のは聞いているのか混ぜ返しているのか判然しない。関月君、そんな野獣馬に構わず、さっさとやるがいい。と、主人はなるべく早く難関を切り抜けようとする。むっとして、弁じましたる柳かな、かね。と、名帝は相変わらず表然たることを言う。関月は思わず吹き出す。 誠に処刑として考察を用いましたのは、私の調べました結果によりますると、オディセイの22巻目に出ております。すなわち、かのテレマカスがペネロピーの12人の辞女を考察するというくだりでございます。ギリシャ語で本文を朗読してもよろしゅうございますが、死とらうような君にもなりますから、やめにいたします。465行から、 四百七十三行をご覧になるとわかります。ギリシャ語云々はよした方がいい。さもギリシャ語ができますと言わんばかりだ。ねえ、クシャム君それは僕も賛成だ。そんな物欲しそうなことは言わん方が奥ゆかしくていい。と主人はいつになく直ちに名手に加担する。両人は合もギリシャ語が読めないのである。 それでは、この両産句は今晩抜くことにいたしまして、次を弁じ、えー、申し上げます。この考察を今から想像してみますと、これを執行するに二つの方法があります。第一は、かのテレマカスが、ユーミアス及びフィリーシャスの助けを借りて、縄の一端を柱へくくりつけます。そしてその縄の所々へ、 結び目を穴に開けて、この穴へ女の頭を一つずつ入れておいて、片方の端をぐいと引っ張って吊るし上げたものと見るのです。つまり、西洋洗濯屋のシャツのように女がぶら下がったと見ればいいんだろう。その通りで。それから第二は、縄の一端を前のごとく柱へくくりつけて、他の一端も初めから天井へ高く吊るのです。 そしてその高い縄から何本か別の縄を下げて、それに結び目の輪になったのをつけて女の首を入れておいて、いざという時に女の足台を取り外すという思考なのです。例えて言うと、縄のれんの先へ提灯玉を吊るしたような景色と思えば間違いはあるまい。提灯玉という玉は見たことがないから何とも申されませんが、 もしあるとすれば、その辺のところかと思います。それで、これから力学的に、第一の場合は、到底成立すべきものでないということを、証拠立ててご覧に入れます。面白いな、と名帝が言うと、うん、面白い、と主人も一致する。まず、女が同距離に釣られると仮定します。 また、一番地面に近い二人の女の首と首を繋いでいる縄は、オリゾンタルと仮定します。そこでアルファ1、α1α2α6 を縄が地平線と形作る角度とし、t1t2t6 を縄の各部が受ける力とみなし、t7 イコール x は縄の最も低い部分の受ける力とします。 W はもちろん女の体重とご承知ください。どうですお分かりになりましたか名帝と主人は顔を見合わせて、大抵分かった。という。ただし、この大抵という度合いは、両人が勝手に作ったのだから、他人の場合には応用ができないかもしれない。さて、 多角形に関するご存知の平均性理論によりますと、下のごとく12の方程式が立ちます。t1cosα1 イ,イコール t2cosα2 カッコ 1t2cosα2 イ,イコール t3cosα3 カッコ2方程式はそのくらいでたくさんだろう。と主人は乱暴なことを言う。 実は、この式が演説の首脳なんですが。と、寒月君はははだ残りおしげに見える。それじゃあ首脳だけは追って伺うことにしようじゃないか。と、名帝も少々恐縮の体に見受けられる。この式を略してしまうと、せっかくの力学的研究がまるでダメになるのですが。何そんな遠慮はいらんから。 ずんずん略すさ。と主人は平気で言う。それでは仰せに従って、無理ですが略しましょう。それがよかろう。と、名亭が妙なところで手をパチパチと叩く。それから英国へ移って論じますと、ベオウルフの中に、公主かすなわちガルガと申す字が見えますから、公材の刑は、 この時代から行われたものに違いないと思われます。ブラックストーンの説によると、もし交際に処せられる罪人が、万一縄の具合で死にきれぬときは、再び同様の刑罰を受くべきものだとしてありますが、妙なことには、ピアースプローマンの中には、たとえ教官でも二度占める法はないという句があるのです。まあ、どっちが本当か知りませんが、 悪くすると一度で死ねないことが往々実例にあるので。1786年に有名なフィッツ・ゼラルドという悪巻を占めたことがありました。ところが妙な弾みで一度目には台から飛び降りるときに縄が切れてしまったのです。またやり直すと今度は縄が長すぎて足が地面へ着いたのでやはり死ねなかったのです。 とうとう三遍目に、見物人が手伝って、王女を刺したという話です。やれやれ。と、名帝はこんなところへ来ると、急に元気が出る。本当に死に損ないだなぁ。と、主人まで浮かれ出す。まだ面白いことがあります。首をくくると、背が一寸ばかり伸びるそうです。 これは確かに医者が測ってみたのだから間違いはありません。それは真空夫だね。どうだいくしゃみなどは血と釣ってもらっちゃ一寸伸びたら人間並みになるかもしれないぜ。と、名亭が主人の方を向くと、主人は案外真面目で、関月くん、一寸くらい線が伸びて生き返ることがあるだろうか。と聞く。 それはダメに決まっています。釣られて脊髄が伸びるからなんで、早く言うと背が伸びるというより壊れるんですからね。それじゃあまあ、やめよう。と主人は断念する。演説の続きはまだなかなか長くあって、関月君は首くくりの整理作用にまで論休するはずでいたが、 名亭がむやみに風雷棒のような鎮号を挟むのと、主人が時々遠慮なくあくびをするので、ついに中途でやめて帰ってしまった。その晩は、寒月君がいかなる態度でいかなる雄弁を振るったか、遠方で起こった出来事のことだから、吾輩には知れようわけがない。 二三地はこともなく過ぎたが、ある日の午後二時頃また明ー先生は例のごとく空空として偶然同時のごとく舞い込んできた。座につくといきなり、君、落ち東風の高輪事件を聞いたかいと、旅順陥楽の号外を知らせに来たほどの勢いを示す。知らん。 近頃は会わんから。と、主人はいつもの通り陰気である。今日は、その東風氏の失策物語をご報道に及ぼうと思って、忙しいところをわざわざ来たんだよ。また、そんな行さんのことを言う。君は全体フラチな男だ。ははは、フラチと言わんより、むしろ村地の方だろう。それだけはちょっと区別しておいてもらわんと、名誉に関係するからな。 同じことだ。と主人は嘘吹いている。純然たる天然孤児の再来だ。この前の日曜に、豆腐氏が高輪千学寺に行ったんだそうだ。この寒いのに寄せばいいのに。第一、今時千学寺などへ参るのは、さも東京を知らない田舎者のようじゃないか。それは豆腐のおかさ。君がそれを止める権利はない。 なるほど。権利はまさにない。権利はどうでもいいが、あの地内に、技師異物保存会という見せ物があるだろう。君知ってるかにゃ。い<や>知らないだって千学寺へ行ったことはあるだろう。いや。ない。これは驚いた。道理で大変東風を弁護すると思った。江戸っ子が千学寺を知らないのは情けない。知らなくても教師は務まるからな。 と、主人はいよいよ天然孤児になる。そりゃあいいが、その天覧場へ、豆腐が入って見物していると、そこへドイツ人が夫婦連れで来たんだって。それが最初は日本語で豆腐に何か質問したそうだ。ところが、先生、例の通り、ドイツ語が使ってみたくてたまらん男だろう。そら、二口三口ベラベラやってみたとさ。 すると、ゾンがうまくできたんだ。後で考えると、それが災いのもとさね。それからどうしたと、主人はついに釣り込まれる。ドイツ人が、大高言語の巻絵の印籠を見て、これを買いたいが売ってくれるだろうかと聞くんだそうだ。その時、豆腐の返事が面白いじゃないか。日本人は精霊の君子ばかりだから、到底ダメだと言ったんだとさ。 その辺はだいぶ景気が良かったが、それから、ノイツ人の方では格好な通弁を得たつもりで、しきりに聞くそうだ。何をそれがさ、なんだかわかるくらいなら心配はないんだが、早口でむやむに問いかけるものだから、少しも容量を得ないのさ。たまにわかるかと思うと、飛び口や掛やのことを聞かれる。西洋の飛び口や掛やは、 先生、何と翻訳していいのか習ったことがないんだから弱らわね。もっともだ。と主人は教師の身の上に引き比べて、同情を表する。ところへ、暇人が物珍しそうにぽつぽつ集まってくる。しまいには、東風とドイツ人を四方から取り巻いて見物する。東風は顔を赤くしてヘドモドする。初めの勢いに引き換えて、先生、 大弱りの手さ。結局、どうなったんだいしまいに、東風が我慢できなくなったと見えて、さいならと日本語で言ってぐんぐん帰ってきたそうだ。さいならは少し変だ。君の国では、さよならをさいならと言うかって聞いてみたら、何、やっぱりさよならですが、相手が西洋人だから調和を図るために、さいならにしたんだって。東風氏は、 苦しい時でも調和を忘れない男だと感心した。さいならはいいが、西洋人はどうした西洋人はあっけに取られて呆然と見ていたそうだ。はっはは、面白いじゃないか。別段面白いこともないようだ。それをわざわざ知らせに来る君の方がよっぽど面白いぜ。と、主人は薪タバコの灰を火おけの中へはたきを落とす。 檻から格子戸のベルが飛び上がるほどなって、ごめんなさいと鋭い女の声がする。名帝と主人は思わず顔を見合わせて沈黙する。主人のうちへ女客は稀有だなと見ていると、かの鋭い声の所有主はちりめんの二枚重ねを畳へすりつけながら入ってくる。 年は四十の上を少し越したくらいだろう。抜け上がった生え際から前髪が堤防工事のように高くそびえて少なくとも顔の長さの二分の一だけ天に向かってせり出している。目が切り通しの坂くらいな勾配で直線に吊るし上げられて左右に対立する。直線とは クジラより細いという形容である。鼻だけはむやみに大きい。人の鼻を盗んできて、顔の真ん中へ据え付けたように見える。三坪ほどの小庭へ、小根舎の石道路を移した時のごとく、一人で幅を利かしているが、なんとなく落ち着かない。その鼻は、 いわゆる鍵花で、ひとたびは精一杯高くなってみたが、これではあんまりだと中途から謙遜して、先の方へ行くと、はじめの勢いに水垂れかかって、下にある唇を覗き込んでいる。各著しい花だから、この女がものを言うときは、口がものを言うと言わんより、鼻が口を聞いているとしか思われない。 吾が輩は、この偉大なる花に敬意を表するため、以来はこの女を称して、花子花子と呼ぶつもりである。花子は、まず初対面の挨拶を終わって、どうも結構なお住まいですこと、と座敷中をねめま回す。主人は、嘘をつけと腹の中で言ったまま、 ぷかぷかタバコを吹かす。明帝は天井を見ながら。君、ありゃ雨森か、板の木目か、妙な模様が出ているぜ。と暗に主人を促す。無論雨の森さ。と主人が答えると。結構だなあと明帝が済まして言う。 花子は、社交を知らぬ人たちだと、腹の中で憤通る。しばらくは、三人定座のまま、無言である。ちと、伺いたいことがあって参ったんですが、と花子は再び話の口を切る。はあ。と主人が極めて冷淡に受ける。これではならぬと花子は、 実は、私はついご近所で、あの向こう横丁の角屋敷なんですが。あの大きな西洋館の蔵のあるうちですか。道りで、あそこには金田という表札が出ていますな。と、主人はようやく金田の西洋館と金田の蔵を認識したようだが、金田夫人に対する尊敬の度合いは前と同様である。 実は、宿が出ましてお話を伺うんですが、会社の方が大変忙しいもんですから。と、今度は少し聞いたろうという目つきをする。主人は一向動じない。花子のさっきからの言葉遣いが、初対面の女としてはあまり存在すぎるので、すでに不平なのである。会社でも、一つじゃないんです。 二つも三つも兼ねているんです。それに、どの会社でも重役なんで、多分ご存知でしょうが。これでも恐れいらぬかという顔つきをする。元来ここの主人は、博士とか大学教授とか言うと非常に恐縮する男であるが、妙なことには、実業家に対する尊敬の度は極めて低い。 実業家よりも中学校の先生の方が偉いと信じている。よし信じておらんでも、融通の利かぬ性質として、到底実業家禁慢家の恩恵を被ることはおぼつかないと諦めている。いくら先方が勢力家でも財産家でも、自分が世話になる見込みのないと思い切った人の利害には、極めて無頓着である。 それだから、学者社会を除いて他の方面のことには極めてうかで、ことに実業界などでは、どこに誰が何をしているか一向知らん。知っても、尊敬衣服の念は、豪も起こらんのである。花子の方では、雨が下の一宮に、こんな変人が、 やはり日光に照らされて生活していようとは夢にも知らない。今まで世の中の人間にもだいぶ接してみたが、金田のサイデスと名乗って、急に取り扱いの変わらない場合はない。どこの会へ出ても、どんな身分の高い人の前でも、立派に金田夫人で通していかれる。言わんや、 こんなくすぶり返った老書生において親で、私のうちは向こう横丁の門屋敷ですとさえ言えば、職業などは聞かぬ先から驚くだろうと予期していたのである。金田って人を知ってるかと主人は無造作に名亭に聞く。知ってるとも、金田さんは僕の叔父の友達だ。この間なんざ園遊会へおいでになった。 と、名帝は真面目な返事をする。へえ、君のおじさんっていうのは誰だい牧山男爵さ。と、名帝はいよいよ真面目である。主人が何か言おうとして言わぬ先に、花子は急に向き直って名亭の方を見る。名帝は、大島紬に小渡りさらさか何か重ねて済ましている。 おや、あなたが牧山様の。なんでいらっしゃいますか、ちっとも存じませんで、はだ失礼をいたしました。牧山様には、始終お世話になると、宿で毎毎お噂をいたしております。と、急に丁寧な言葉遣いをして、おまけにお辞儀までする。名帝は、へえ、何、に、ははは、と笑っている。 主人は、けに取られて、無言で二人を見ている。確か、娘の延辺のことにつきましても、いろいろ山様へご心配を願いましたそうで。へえ、そうですか。と、こればかりは名庭にも血と唐突すぎたと見えて、ちょっとたまげたような声を出す。実は、方々からくれくれと申し込みはございますが、 こちらの身分もあるものでございますから、滅多なところへも片付けられませんので。ごもっともで。と、名帝はようやく安心する。それについて、あなたに伺おうと思って上がったんですがね。と、花子は主人の方を見て、急に存在な言葉に変える。あなたのところへ、水島寛月という男がたびたび上がるそうですが、 あの人は全体どんな風な人でしょう関月のことを聞いて何にするんですと主人は苦々しく言う。やはり、ご令状のご婚儀状の関係で関月君の成功の一般をご承知になりたいというわけでしょう。と名帝が起点を聞かす。それが伺えれば大変都合がよろしいのでございますが <laughs>。それじゃあ、 ご令状、寒月におやりになりたいとおっしゃるんで。やりたいなんてんじゃないんです。と、花子は急に主人を参らせる。他にもだんだん口があるんですから、無理にもらっていただかないだって困りはしません。それじゃあ、寒月のことなんか聞かんでもいいでしょう。と、主人も躍起となる。しかし、捕獲しなさるわけもないでしょと、 花子も少々喧嘩腰になる。名帝は双方の間に座って、銀ギセルを軍配打ちのように持って、心の内で、はっけよいやよいやと怒鳴っている。じゃあ、寒月の方でぜひ貰いたいとでも言ったんですかと主人が正面から鉄砲を喰らわせる。貰いたいと言ったんじゃないんですけれども。 もらいたいだろうと思っていらっしゃるんですかと、主人は、この夫人、鉄砲に限ると悟ったらしい。話はそんなに運んでるんじゃありませんが、関月さんだって、まんざら嬉しくないこともないでしょと、土俵際で持ち直す。関月が何か、そのご令状に連着したというようなことでもありますか あるなら行ってみろという剣幕で主人は反り返る。まあ、そんな見当でしょうね。今度は主人の鉄砲が少しも功を奏しない。今まで面白げに行事気取りで見物していた名亭も、花子の一言に好奇心を挑発されたものと見えて、キセルを置いて前へ乗り出す。 寒月がお嬢さんにつけ踏みでもしたんですか。こりゃあ愉快だ。新年になって逸話がまた一つ増えて、話の好材料になる。と一人で喜んでいる。つけ踏みじゃないんです。もっと激しいんでさ。お二人ともご承知じゃありませんか。と花子はおつに絡まってくる。君知ってるか と主人は狐つきのような顔をして名帝に聞く。名帝も馬鹿げた調子で。僕は知らん。知っていりゃ君だ。とつまらんところで謙遜する。いえ、お二人ともご存知のことですよ。と花子だけ大得意である。へえ<ー>、と。 ご両人は一度に感じいる。お忘れになったら私からお話をしましょう。去年の暮れ、向島の阿部さんのお屋敷で演奏会があって、関月さんも出かけたじゃありませんか。その晩、帰りに東橋で何かあったでしょ詳しいことは言いますまい。当人のご迷惑になるかもしれませんから。あれだけの証拠がありゃ十分だと思いますが、 どんなものでしょうと、ダイヤ入りの指輪のはまった指を膝の上へ並べて、ツンといを直す。偉大なる花がますます異彩を放って、名帝も主人も、あれども亡きがごときありである。主人は無論、さすがの名帝も、この冬うちには肝を抜かれたものと見えて、しばらくは呆然として、 怒りの落ちた病人のように座っていたが、驚愕のタガが緩んで、だんだん持ち前の本体に服するとともに、滑稽という感じが一度に突感してくる。二人は申し合わせたごとく、はハはハはは、と笑い崩れる。花子ばかりは少し当てが外れて、 この際笑うのは鼻だ失礼だと二人を睨みつける。あれがお嬢さんですか。なるほど、こりゃいい。おっしゃる通りだ。ねえ、くしゃみ君全くん。まったく関月はお嬢さんを思っているに違いないね。もう隠したってしょうがないから白状しようじゃないか。うーん。と主人は言ったままである。 本当にお隠しなさってもいけませんよ。ちゃんと種は上がってるんですからね。と、花子はまた得意になる。こうなれや仕方がない。何でも、勘月くんに関する事実は、ご参考のために陳述するさ。おい、くしゃみ君君が主人なのに、そうニヤニヤ笑っていては拉致がわかんじゃないか。実に秘密というものは恐ろしいものだね。いくら隠しても、 どこからか露見するからな。しかし、不思議といえば不思議ですね。金田の奥さん、どうしてこの秘密をご探知になったんです実に驚きますな。と、名亭は一人で喋る。私の方だって抜かりはありませんやね。と、花子は下り顔をする。あんまり抜かりがなさすぎるようですぜ。一体誰にお聞きになったんです 直子の裏にいる、車屋の神さんからです。あの黒猫のいる車屋ですかと主人は目を丸くする。ええ、寒月さんのことじゃ、よっぽど使いましたよ。寒月さんがここへ来るたびに、どんな話をするかと思って、車屋の神さんを頼んでいちいち知らせてもらうんです。そりゃひどい。と主人は大きな声を出す。 何あなたが何をなさろうとおっしゃろうと、それにかまってるんじゃないんです。寒月さんのことだけですよ。寒月のことだって誰のことだって。全体あの車屋の神さんは気に食わんやつだ。と主人は一人を怒り出す。しかし、あなたの垣根の外へ来て立っているのは、向こうの勝手じゃありませんか。話が聞こえて悪けりゃ、 もっと小さい声でなさるか、もっと大きなうちへお入いなさるがいいでしょう。と、花子は少しも赤面した様子がない。車屋ばかりじゃありません。新道の二元金の師匠からも、だいぶいろいろなことを聞いています。今月のことをですか寒月さんばかりのことじゃありません。と、少しすごいことを言う。 主人は恐れいるかと思うと、あの師匠は嫌に上品ぶって、自分だけ人間らしい顔をしている、馬鹿野郎です。あばかり様、ま、女ですよ。野郎は丘と違いです。と、花子の言葉遣いは、ますますお里を表してくる。これではまるで喧嘩をしに来たようなものであるが、そこへ行くと、 名亭はやはり名亭で、この談判を面白そうに聞いている。でっかい仙人がシャモの気合いを見るような顔をして平気で聞いている。悪行の交換では到底花子の敵でないと自覚した主人は、しばらく沈黙を守るのやむを得ざるに至らしめられていたが、ようやく思いついたか。 あなたは寒月の方からお嬢さんに連絡したようにばかりおっしゃるが、私の聞いたんじゃ少し違いますぜ。ねえ、名帝君。と名帝の救いを求める。うん。あの時の話じゃ、お嬢さんの方が初め病気になって、なんだか上ごとを言ったように聞いたね。何、そんなことはありません。と、金田夫人は、 半全たる直線流の言葉遣いをする。それでも、関月は確かに、〇〇博士の夫人から聞いたと言っていましたぜ。それがこっちの手なんでさ。〇〇博士の奥さんを頼んで、関月さんの気を引いてみたんでさあね。〇〇の奥さんは、それを承知で引き受けたんですかええ。引き受けてもらうったって、ただじゃできませんやね。それやこれやで、 いろいろものを使っているんですから。ぜひ、寒月君のことを根掘り葉掘りお聞きにならなくちゃ、お帰りにならないという決心ですかね。と、名亭も少し気持ちを悪くしたと見えて、いつになく手触りの荒い言葉を使う。いいや、君。話したって損の行くことじゃなし。話そうじゃないか、くしゃみ君奥さん。私でも、くしゃみでも。 寒月くんに関する事実で差し支えのないことはみんな話しますからね。そう。順を立ててだんだん聞いてくださると都合がいいですね。花子はようやく納得してそろそろ質問を提出する。一時荒立てた言葉遣いも、名帝に対してはまた元のごとく丁寧になる。寒月さんも理学士だそうですが、 全体どんなことを専門にしているのでございます大学院では地球の磁気の研究をやっています。と主人が真面目に答える。不幸にしてその意味が花子にはわからんものだから。へえ、とは言ったが、下厳な顔をしている。それを勉強すると博士になれましょうか、と聞く。 白紙にならなければやれないとおっしゃるんですかと主人は不愉快そうに尋ねる。ええ。ただの学士じゃねえ。いくらでもありますからね。と花子は平気で答える。主人は名手を見て、いよいよ嫌な顔をする。白紙になるかならんかは僕らも保証することができんから、他のことを聞いていただくことにしよう。 と、名手もあまりいい機嫌ではない。近頃でも、その地球の何かを勉強しているんでございましょうか。二三日前は、首くくりの力学という研究の結果を、理学協会で演説しました。と、主人は何の気もつかずに言う。おやいやだ。首くくりだなんて、よっぽど変人ですね。 そんな首くくりや何かやってたんじゃ、とても博士にはなれますまいね。本人が首をくくっちゃは難しいですが、首くくりの力学なら、なれないとも限らんです。そうでしょうか。と、今度は主人の方を見て、顔色をうかがう。悲しいことに、力学という意味がわからんので落ち着きかねている。しかし、 これ式のことを尋ねては、金田夫人の面目に関すると思ってか、ただ相手の顔色で発見を立ててみる。主人の顔は渋い。その他に何か分かりやすいものを勉強しております、マイカ。そうですな。先だって、ドングリのスタビリティを論じて、合わせて天体の運行に及ぶという論文を書いたことがあります。 どんぐりなんぞでも大学校で勉強するものでしょうか。さあ、僕も素人だからよくわからんが、何しろ関月く君がやるくらいなんだから研究する価値があると見えますな。と、名亭は済まして冷やかす。花子は学問上の質問は手に合わんと断念したものと見えて、今度は話題を転ずる。お話は違いますが、 このお正月に椎茸を食べて、前歯を二枚折ったそうじゃございませんかええ。その欠けたところに空屋餅がくっついていましてね。と、名亭はこの質問こそ我が縄張り打ちだと急に浮かれ出す。広気のない人じゃございませんかなんだって用事を使わないんでしょう今度会ったら注意しておきましょう。と主人がくすくす笑う。 椎茸で歯が欠けるくらいじゃ、よほど歯の性が悪いと思われますが、いかがなものでしょう。いいとは言われますまいな。ねえ、名手。いいことはないが、ちょっと愛嬌があるよ。あれぎりまだ詰めないところが妙だ。未だに空屋餅引っ掛け所になっているのは機関だぜ。歯を詰める小遣いがないので、掛けなりにしておくんですか または物好きで掛けなりにしておくんでしょうか。何も、長く前ば掛けなりを名乗るわけでもないでしょうから、ご安心なさいよ。と、名帝の機嫌はだんだん回復してくる。花子はまた問題を改める。何か、お宅に手紙かなんぞ、当人の書いたものでもございますなら、ちょっと拝見したいもんでございますが。 はがきならたくさんあります。ご覧なさい。と、主人は書斎から三、四十枚持ってくる。そんなにたくさん拝見しないでも。そのうちの二、三枚だけ。どれどれ、僕がいいのを酔ってやろう。と、明亭先生は。これなざ面白いでしょう。と、一枚の絵はがきを出す。おや。 絵も描くんでございますか。なかなか器用ですね。どれ、拝見しましょう。と眺めていたが。あら、嫌だ。狸だよ。なんだってよりによって狸なんぞ描くんでしょうね。それでも、狸と見えるから不思議だよ。と少し感心する。その文句を読んでごらんなさい。と主人が笑いながら言う。 花子は下女が新聞を読むように読み出す。旧暦の年の世、山の狸が園遊会をやって、盛んに舞踏します。その歌に曰く、恋さ年の世で、お山踏みもくまいぞ、すっぽこぽんのぽん。何ですこりゃ、人を馬鹿にしているじゃございませんか。と花子は不平の体である。 この天女はお気に入りませんかと名亭がまた一枚出す。見ると天女が羽衣を着て琵琶を弾いている。この天女の花が少し小さすぎるようですが。何、それが人並みですよ。花より文句を読んでごらんなさい。文句にはこうある。昔、 あるところに一人の天文学者がありました。ある夜いつものように高い台に登って一心に星を見ていますと、空に美しい天女が現れ、この世では聞かれぬほどの微妙な音楽をそうし出したので、天文学者は身にしむ寒さも忘れて聞き惚れてしまいました。朝見ると、その天文学者の死骸に霜が真っ白に降っていました。 これは本当の話だと、あの嘘つきのじいやが申しました。何のことですこりゃ。意味も何もないじゃありませんか。これでも理学誌で通るんですかね。ちっと、文芸クラブでも読んだら良さそうなものですがね。と、寒月くん、散々にやられる。名手は面白半分に。こりゃ、どうです。と、三枚目を出す。 今度は活版でほ掛け舟が印刷してあって、例のごとく、その下に何か書き散らしてある。夜備の泊まりの十六小女郎、親がないとてありその千鳥、さよの寝覚めの千鳥に泣いた、親は船乗り波の底。うまいのね。関心だこと。話せるじゃありませんか。話せますかな。 ええ、これならシャミに乗りますよ。シャミに乗りゃ本物だ。これはいかがです。と、名帝はむやみに出す。いえ、もうこれだけ拝見すれば、他のはたくさんで。そんなに野暮でないんだということはわかりましたから。と、一人で合点している。花子は、 これで寛月に関する大抵の質問を終えたものと見えて、これはは,なはだ失礼をいたしました。どうか私の参ったことは、寛月さんへは内々ちちに願います。とえて勝手な要求をする。寒月のことは何でも聞かなければならないが、自分の方のことは一切寛月へ知らしてはならないという方針と見える。 名亭も主人も、はあ、と気のない返事をすると、いずれそのうちお礼はいたしますから、と念を入れて言いながら立つ。見送りに出た二人が席へ帰るや否や、名亭が、ありゃなんだいと言うと主人も、ありゃなんだいと、 双方から同じ問いをかける。奥の部屋で、サイ君がこらえきれなかったと見えて、くつくつ笑う声が聞こえる。名亭は大きな声を出して。奥さん、奥さん。月並みの標本が来ましたぜ。月並みもあのくらいになると、なかなか古っていますな。さあ、遠慮はいらんから、存分お笑いなさい。 主人は不満な好期で、第一気に食あん顔だ。と憎らしそうに言うと、名亭はすぐ引き受けて、鼻が顔の中央に陣取って、おつに構えているな。と後をつける。しかも曲がっていら。少し猫背だね。猫背の鼻は血と奇抜すぎる。と面白そうに笑う。 夫を酷する顔だ。と、主人はなお悔しそうである。19世紀で売れ残って、20世紀で棚ざらしに会うというそうだ。と、名亭は妙なことばかり言う。ところへ、細君が奥の間から出てきて、女だけに。あんまり悪口をおっしゃると、また車屋の神さんにつけられますよ。と注意する。 少し言いつける方が薬ですよ、奥さん。しかし、顔の酸素などをなさるのはあまり可動ですわ。誰だって好んであんな鼻を持ってるわけでもありませんから。それに相手が夫人ですからね。あんまりひどいわ。と、花子の鼻を弁護すると同時に自分の要望も間接に弁護しておく。何ひどいもんか。 あんなのは婦人じゃない。愚人だ。ねえ、メーテー君。愚人かもしれんが、なかなかい者ものだ。だいぶ引っかかれたじゃないか。全体教師を何と心得ているんだろう。裏の車屋くらいに心得ているのさ。ああいう人物に尊敬されるには、白紙になるに限るよ。一体白紙になっておかんのが君の不良剣さ。ねえ、奥さん。そうでしょ と、明亭は笑いながら、イ君を帰り見る。拍士なんて到底ダメですよ。と、主人はイ君にまで見放される。これでも今になるかもしれん。軽蔑するな。貴様なぞは知るまいが、昔アイソクラチスという人は、九十四歳で大著述をした。ソフォクリスが傑作を出して天下を驚かしたのは、 ほとんど百歳の高齢だった。シモニジスは八十で苗詩を作った。俺だって。バカバカしいわ。あなたのような医療でそんなに長く生きられるもんですか。と、サイ君はちゃんと主人の寿命を予算している。し敬けな。アーマキさんへ行って聞いてみろ。元来お前がこんなシワクちゃな黒毛綿の羽織や、 次だらけの着物を着せておくから、あんな女に馬鹿にされるんだ。明日からメ亭の着ているような奴を着るから、出しておけ。出しておけって、あんな立派なお飯はござんせんわ。金田の奥さんがメ亭さんに丁寧になったのは、おじさんの名前を聞いてからですよ。着物の音がじゃございません。と、細君、うまく責任を逃れる。 主人はおじさんという言葉を聞いて急に思い出したように。君におじがあるということは今日初めて聞いた。今までついに噂をしたことがないじゃないか。本当にあるのかいと明亭に聞く。名帝は待ってたと言わぬばかりに。うん。そのおじさ。そのおじが馬鹿に願物でねえ。 やはりその19世紀から連綿と今日まで生き延びているんだがね。と主人夫婦を半々に見る。ふふふ。面白いことばかりおっしゃって。どこに生きていらっしゃるんです静岡に生きてますがね。それが、ただ生きてるんじゃないです。頭にちょんまけをいただいて生きてるんだから恐縮しまさ。帽子をかぶれって言うと、俺はこの歳になるが、 まだ帽子をかぶるほど寒さを感じたことはないと威張ってるんです。寒いからもっと寝てらっしゃいと言うと、人間は4時間寝れば十分だ。4時間以上寝るのは贅沢の沙汰だって朝暗いうちから起きてくるんです。それでね、俺も睡眠時間を4時間に縮めるには、永年修行をしたもんだ。若いうちはどうしても眠たくていかないんだが、近頃に至って、 初めて随所任意の所況に行って、花だ嬉しいと自慢するんです。六十七になって寝られなくなるのは当たり前でさ。修行もヘチマも行ったもんじゃないのに、当人は全く国旗の力で成功したと思ってるんですからね。それで外出するときにはきっと手線を持って出るんですがね。何にするんだい。何にするんだかわからない。ただ持って出るんだね。 まあ、ステッキの代わりくらいに考えてるかもしれんよ。ところが、先だって妙なことがありましてね。と、今度はサイ君の方へ話しかける。へえ、と、サイ君が差し合いのない返事をする。今年の春、突然手紙をよこして、山高帽子とフロックコートを支給をくれと言うんです。ちょっと驚いたから、 郵便で問い返したところが、老人自身が着るという返事が来ました。23日に静岡で祝勝会があるから、それまでに間に合うように至急調達しろという命令なんです。ところが、おかしいのは命令中にこうあるんです。帽子はいい加減な大きさのを買ってくれ。洋服も寸法を見計らって大丸へ注文してくれ。 近頃は大丸でも洋服を仕立てるのかいなに、先生、白木屋と間違えたんだね。寸法を見計らってくれたって無理じゃないか。そこがおじのおじたるところさ。どうした仕方がないから、見計らって送ってやった。君も乱暴だな。それで間に合ったのかいまあ、どうにかこうにが追っついたんだろう。国の新聞を見たら、 当日、牧山王は、珍しくフロックコートにて、例の鉄線を持ち、鉄線だけは離さなかったと見えるね。うん。死んだら、棺の中へ、鉄線だけは入れてやろうと思っているよ。それでも、帽子も洋服もうまい具合に着られてよかった。ところが大間違いさ。僕も無事に行ってありがたいと思ってると、しばらくして、 国から小包みが届いたから、何か礼でもくれたことと思って開けてみたら、礼の山高帽子さ。手紙が添えてあってね。せっかくお求め下されそうらえども、少々大きく騒ろを間、帽子屋へお使わしの上、お縮め下されたく候縮め賃は小川瀬にて、こなたより恩を送り申し上げるべき候とあるのさ。なるほど。 迂かつだな。と主人は、己より迂かつなものの天下にあることを発見して、大いに満足の体に見える。やがて。それからどうしたと聞く。どうするったって仕方がないから、僕が頂戴してかぶっていら。あの帽子か。と主人がニヤニヤ笑う。 その方が男爵でいらっしゃるんですかとサイ君が不思議そうに尋ねる。誰がですその鉄線のおじさまが。何観学者でさ。若い時、聖堂で朱子学か何かに凝り固まったものだから、電気灯の下でうやうやしくちょんまげをいただいているんです。仕方がありません。と、やたらに顎をなで回す。 それでも君はさっきの女に牧山男爵と言ったようだぜ。そうおっしゃいましたよ。私も茶の間で聞いておりました。と、サ君もこれだけは主人の意見に同意する。そうでしたかなははは。<laughs> と、名亭はわけもなく笑う。そりゃ嘘ですよ。僕に男爵の叔父がありゃ、今頃は局長くらいになっています。 と平気なものであるなんだか変だと思った。と、主人は、嬉しそうな心配そうな顔つきをする。あらま、よく真面目であんな嘘がつけますね。あなたもよっぽどほらがお上手でいらっしゃること。と、サイ君は非常に感心する。僕よりあの女の方が上手でさ。 あなただって、おまけなさる気遣いはありません。しかし、奥さん。僕のホラは単なるホラですよ。あの女のは、みんな魂胆があって、わくつきの嘘ですぜ。立ちが悪いです。サルジエから割り出した十数と、伝来の滑稽趣味と混同されちゃ、コメディの神様も、活眼のしいなきを炭ゼザルを得ざるわけに立ち至りますからな。 主人は節目になって、どうだか、という。細君は笑いながら、同じことですわ、という。 吾輩は今まで向こう横丁へ足を踏み込んだことはない。角屋敷の金田とはどんな構えか見たことは無論ない。聞いたことさえ今が初めてである。主人のうちで実業家が和刀に登ったことは一片もないので、主人の飯を食う吾輩までが、この方面には単に無関係なるのみならず、 はだ冷淡であった。しかるに、宣告図らずも花子の訪問を受けて、よそながらその談話を拝聴し、その礼状の演技を想像し、またその風紀、牽制を思い浮かべてみると、猫ながら暗論として縁側に寝転んでいられなくなった。しかのみならず、 吾輩は寒月くんに対して、花肌同情の至りに耐えん。先方では、博士の奥さんやら、車屋の神さんやら、二元金の天承院まで買収して、知らぬ間に前歯の欠けたのさえ探偵しているのに、寒月くんの方では、ただニヤニヤして羽織の紐ばかり気にしているのは、いかに卒業したての理学士にせよ、あまり脳がなさすぎる。 と言って、ああいう偉大な花を顔のうちに安置している女のことだから、滅多なものでは寄り付けるわけのものではない。こういう事件に関しては、主人はむしろ無頓着でかつあまりに銭がなさすぎる。名亭は銭に不自由はしないが、あんな偶然同時だから、寒月に助けを与える便宜は少なかろう。 してみると、かわいそうなのは、首くくりの力学を演説する先生ばかりとなる。吾輩でも奮発して敵情へ乗り込んで、その動静を偵察してやらなくては、あまり不公平である。吾輩は猫だけれど、エピクテタスを読んで机の上へ叩きつけるくらいな学者のうちに奇遇する猫で、世間一般の治病愚病とは、 少しく線をことにしている。この冒険をあえてするくらいの義教心は、もとより尻尾の先に畳み込んである。何も寒月君に恩になったというわけもないが、これはただに個人のためにする決起総教の沙汰ではない。大きく言えば、公平を好み、忠要を愛する。 天意を現実にするあっぱれな美女だ。人の許諾をへずして、吾妻橋事件などを至る所に振り回す以上は、人の軒下に犬を忍ばして、その報道をと特くと,くとして会う人に吹聴調する以上は、舎父、馬邸、イカン、ごろつき諸星、日雇い場は、三馬、妖馬、あん馬、トン馬に至るまでを使用して、 国家有用の罪に範を及ぼして帰り見ざる以上は、猫にも覚悟がある。幸い天気もいい。下時は少々並行するが、道のためには一命も捨てる。足の裏へ泥がついて、縁側へ梅の花の印を押すくらいなことは、ただお産の迷惑にはなるかしれんが、我が輩の苦痛とは申されない。 明日とも言わず、これから出かけようと、勇猛精進の大決心を起こして台所まで飛んで出たが、待てよと考えた。吾輩は猫として進化の極度に達しているのみならず、能力の発達においては、あえて中学の三年生に劣らざるつもりであるが、悲しいかな、喉の構造だけはどこまでも猫なので、 人間の言語が喋れない。よし、守備よく金田邸へ忍び込んで、十分敵の情勢を見届けたところで、肝心の寒月君に教えてやるわけにいかない。主人にも名亭先生にも話せない。話せないとすれば、途中にあるダイヤモンドの火を受けて光らぬと同じことで、せっかくの知識も無用の長物となる。 これはぐだ。やめようか知らんと、上がり口で佇んでみた。しかし、一度思い立ったことを中途でやめるのは、夕立ちが来るかと待っているとき、黒雲とも林国へ通り過ぎたように、なんとなく残りをしい。それも火がこっちにあれば格別だが、いわゆる正義のため、人道のためなら、 たとえ無駄死にをやるまでも進むのが義務を知る男児の本懐であろう。無駄骨を折り、無駄足を汚すくらいは、猫として適当のところである。猫と生まれた因果で、寒月明帝くしゃみ諸先生と三寸の絶頭に相互の思想を交換する技量はないが、猫だけに忍びの術は諸先生より達者である。 他人のできぬことを成就するのは、それ自身において愉快である。我一個でも金田の内幕を知るのは、誰も知らぬより愉快である。人に告げられんでも人に知られているなという自覚を彼らに与うるだけが愉快である。こんなに愉快が続々出てきては、行かずにはいられない。やはり行くことにいたそう。 向こう横丁へ来てみると、聞いた通りの西洋館が角地面を我が物顔に占領している。この主人もこの西洋館のごとく傲慢に構えているんだろうと、門を入ってその建築を眺めてみたが、ただ人を威圧しようと二階作りが無意味に突っ立っている他に何らの脳もない構造であった。 名帝の、いわゆる月並みとはこれであろうか。玄関を右に見て、植え込みの中を通り抜けて、勝手口へ回る。さすがに勝手は広い。くしゃみ先生の台所の10倍は確かにある。せんだって、日本新聞に詳しく書いてあった、大熊博の勝手にも劣るまいと思うくらい、 整然とピカピカしている。模範勝手だな、と入り込む。見ると、漆喰で叩き上げた二つぼほどの土間に、例の車屋の神さんが立ちながら、ご飯炊きとシャフを相手に、しきりに何か弁じている。こいつは剣のんだと、水桶の裏へ隠れる。 あの教師や、うちの旦那の名を知らないのかねと飯気が言う。知らねえことがあるもんか。この界隈でカナダさんのお屋敷を知らなけりゃ、目も耳もねえ、カタな。これは抱えャフの声である。なんとも言えないよ。あの教師と来たら、本より他に何も知らない変人なんだからね。 旦那のことを少しでも知ってりゃ恐れるかもしれないが、ダメだよ。自分の子供の歳さえ知らないんだもの。と神さんが言う。金田さんでも恐れねえかな。厄介な当変僕だ。かまことねえ。みんなで脅かしてやろうじゃねえか。それがいいよ。奥様の鼻が大きすぎるの、顔が気に食わないのって、そりゃあひどいことを言うんだよ。 自分の面、今ど焼きの狸みたいようなくせに。あれで一人前だと思っているんだから、やりきれないじゃないか。顔ばかりじゃない。手拭いを下げて湯に行くところからして、嫌に高ちきじゃないか。自分くらい偉いものはないつもりでいるんだよ。と、くしゃみ先生は、飯炊きにも大いに不人望である。何でも、大勢であいつの垣根のそばへ行って、 悪口を散々言ってやるんだね。そうしたらきっと恐れいるよ。しかし、こっちの姿を見せちゃ面白くねえから、声だけ聞かして勉強の邪魔をした上に、できるだけ散らしてやれって、さっき奥様が言いつけておいでなすったぜ。そりゃわかっているよ。と、神さんは、悪口の三分の一を引き受けるという意味を示す。なるほど。 この手合いがくしゃみ先生を冷やかしに来るなと、三人の横をそっと通り抜けて奥へ入る。猫の足はあれどもなきがごとし、どこを歩いても不器用な音のした試しがない。空を踏むがごとく、雲を行くがごとく、水中に敬を打つがごとく、通りに質をこするがごとく、 大五の妙味をなめて、温泉のほかに霊団を自治するがごとし。月並みな西洋館もなく、模範勝手もなく、車屋の神さんもゴンスケも召しタきも、お嬢様も中働きも、花子夫人も夫人の旦那様もない。行きたいところへ行って、聞きたい話を聞いて、舌を出し、尻尾を振って、髭をピンと立てて、 悠々と帰るのみである。ことに吾輩は、この道にかけては日本一の観能である。草草子にある猫股の血脈を受けておりはせぬかと、自ら疑うくらいである。ガマの額には夜行の名手があるというが、吾輩の尻尾には、真偽借教恋無常は無論のこと。 満天下の人間を馬鹿にする一家総電の妙薬が詰め込んである。金だけの廊下を人の知らぬ間に横行するくらいは、二王様が所天を踏み潰すよりも容易である。この時、吾輩は我ながら我が力量に感服して、これも普段大事にする尻尾のおかげだなと気がついてみると、ただ置かれない。 吾が輩の尊敬する尻尾大名人を礼拝して、にゃんうん長久を祈らばやと、ちょっと抵当してみたが、どうも少し見当が違うようである。なるべく尻尾の方を見て参拝しなければならん。尻尾の方を見ようと体を回すと、尻尾も自然と回る。追いつこうと思って首をねじると、 尻尾も同じ感覚をとって先へ駆け出す。なるほど。天地原稿を三寸理に収めるほどの霊物だけあって、到底我が輩の手に合わない。尻尾を巡ること七度半にして、くたびれたからやめにした。少々目が眩む。どこにいるのだか、 ちょっと方角がわからなくなる。構うものかとめちゃくちゃに歩き回る。障子のうちで花子の声がする。ここだと立ち止まって左右の耳をハスに切って息を凝らす。貧乏教師のくせに生意気じゃありませんか。と、例の金切り声を振り立てる。 うん。生意気な奴だ。血と懲らしめのためにいじめてやろう。あの学校には国の者も,のもいるからな。誰がいるの月ピンスケや福地記者号がいるから、頼んでからかわしてやろう。吾輩は金田君の正国はわからんが、妙な名前の人間ばかり揃ったところだと少々驚いた。 金田君はなおごを継いで、あいつは英語の教師かいと聞く。はあ、車屋の神さんの話では、英語のリードルか何か専門に教えるんだって言います。どうせろくな教師じゃあるめえ。あるめえにも少なからず感心した。この間ピンスケに会ったら、私の学校には妙な奴がおります。 生徒から、先生、番茶は英語で何と言いますと聞かれて、番茶はサベーイジティであると真面目に答えたんで、教員間の物洗いとなっています。どうもあんな教員があるから、他の者の,の迷惑になって困りますと言ったが、大方あいつのことだぜ。あいつに決まっていますあそんなことを言いそうな面構えですよ。嫌に髭なんか生やして。けしからん奴だ。 髭を生やしてけしからなければ、猫などは一匹だってけしかりようがない。それに、あのメーとかヘベレケとかいう奴は、まあなんて尊狂な跳ねっ返りなんでしょう。おじの巻山男爵だなんて、あんな顔に男爵のおじなんざあるはずがないと思ったんですもの。お前がどこの馬の骨だかわからんものの言うことを真に受けるのも悪い。 悪いって、あんまり人を馬鹿にしすぎるじゃありませんか。と大変残念そうである。不思議なことには、寒月君のことは一言半句も出ない。吾輩の忍んでくる前に評判期は済んだものか、またはすでに落第とことが決まって念頭にないものか、その辺は懸念もあるが仕方がない。 しばらく佇たんでいると、廊下を隔てて向こうの座敷でベルの音がする。空あそこにも何かことがある。遅れぬ先にとその方角へ歩みを向ける。来てみると、女が一人で何か大声で話している。その声が花子とよく似ているところを持って押すと、これがすなわち当家の霊場。 寒月くんをして、未水受水をあえてせしめたる代物だろう。惜しいかな、障子をして玉の御姿を拝することができない。従って、顔の真ん中に大きな花を祭り込んでいるかどうだか受け合えない。しかし、談話の模様から鼻息の荒いところなどを総合して考えてみると、 万、ま、ら人の注意を引かぬ獅子花とも思われない。女はしきりに喋っているが、相手の声が少しも聞こえないのは、噂に聞く電話というものであろう。お前はヤマトかい明日ね、行くんだからね。うずらの3を取っておいておくれ。いいかいわかったかい何わからない おや、やだ。うずらの産を取るんだよ。なんだって取れない取れないはずはない取るんだよ。へへへへ、ご冗談をだって。何がご冗談なんだよ。嫌に人をおひゃらかすよ。全体お前は誰だい長吉だ長吉なんぞじゃ訳がわからない。おかみさんに電話口へ出ろっておいいな。何 私で何でも弁じますお前は失敬だよ。私を誰だか知ってるのかい金田だよへへへへ、よく存じております。だって。本当に馬鹿だよ、この人は。金田だって言えばさ。何毎度ごひいきに預かりましてありがとうございます何がありがたいんだね。俺なんか聞きたかないやね。ほや、また笑ってるよ。 お前はよっぽど愚仏だね。法制の通りだって。あんまり人を馬鹿にすると電話を切ってしまうよ。いいのかい困らないのかよ。黙ってちゃ分からないじゃないか。何とかお言いなさいな。電話は長吉の方から切ったものか、何の返事もないらしい。令状は感触を起こして、やけにベルをじゃらじゃらと回す。 足元でチンが驚いて急に吠え出す。これは迂闊にできないと急に飛び降りて縁の下へ潜り込む。檻から廊下を近づく足音がして障子を開ける音がする。誰か来たなと一生懸命に聞いていると、お嬢様、旦那様と奥様が呼んでいらっしゃいます。 と、駒使いらしい声がする。知らないよ。と、霊場は剣筑を食わせる。ちょっと用があるから、嬢を呼んで来いとおっしゃいました。うるさいね、知らないってば。と、霊場は第二の剣筑を食わせる。水島寛月さんのことで、ご用があるんだそうでございます。と、 小マズは気を利かして機嫌を直そうとする。寒月でも水月でも知らないんだよ。大嫌いだわ。ヘチマが戸惑いをしたような顔をして。第三のケンは、哀れなる寒月君がが留守中に頂戴する。おや、お前いつ即発に行ったの小マズはほっと一息ついて。今日。 どうなるべく短感な挨拶をする。生意気だね、駒遣いのくせに。どう第四の建築を別方面から食わす。そうして、新しい半襟をかけたじゃないか。ええ、先だってお嬢様からいただきましたので、結構過ぎてもったいないと思って放りの中へしまっておきましたが、今までのがあまり汚れましたから、かけ替えました。 いつそんなものをあげたことがあるのこのお正月、白木屋へいらっしゃいまして、お求め遊ばしたので、うぐいす茶へ相撲の番付を染め出したのでございます。私には地味すぎて嫌だから、お前にあげようとおっしゃった、あれでございます。腹嫌だ。よく似合うのね。憎らしいわ。恐れ入ります。褒めたんじゃない。憎らしいんだよ。 へえ。そんなによく似合うものを、なぜ黙ってもらったんだいへえ。お前にさえそのくらい似合うなら、あたしにだっておかしいことはないだろうじゃないか。きっと、よくお似合い遊ばします。似合うのがわかってるくせに、なぜ黙っているんだいそうして済ましてかけているんだよ。人の悪い。剣筑は止めどもなく連発される。 この先磁局はどう発展するかと緊張しているとき、向こうの座敷で、ドミコや、ドミコや、と大きな声で金田君が礼状を呼ぶ。礼状はやむを得ず、はい、と電話室を出ていく。吾輩より少し大きなチンが、 顔の中心に目と口を引き集めたような顔をしてついていく。吾輩は例の忍び足で、再び勝手から往来へ出て、急いで主人の家に帰る。探検は、まず十二分の成績である。帰ってみると、綺麗な家から急に汚いところへ移ったので、 なんだか日当たりの良い山の上から薄黒い洞窟の中へ入り込んだような心持ちがする。探検中は他のことに気を奪われて、部屋の装飾、襖、障子の具合などには目も止まらなかったが、我が住まいの加藤なるを感じると同時に、かのいわゆる月並みが恋しくなる。教師よりも、 やはり実業家が偉いように思われる。吾輩も少し変だと思って、例の尻尾に伺いを立ててみたら、その通りその通りと尻尾の先からご卓船があった。座敷へ入ってみると、驚いたのは、明帝先生まだ帰らない。 巻きタバコの吸い殻を蜂の巣のごとく火鉢の中へ突き立てて、大あぐらで何か話し立てている。いつの間にか寒月君さえ来ている。主人は手枕をして、天井の雨漏りを四年もなく眺めている。相変わらず太平の逸民の会合である。寒月君 君のことを上ごとにまで言った夫人の名は当時秘密であったようだが、もう話してもよかろう。と名亭がからかい出す。お話をしても、私だけに関することなら差し支えないんですが、先方の迷惑になることですから。まだダメかなそれに、まる白紙夫人に約束をしてしまったもんですから。多言をしないという約束かね。 ええ。と、関月君は、例のごとく、羽織の紐をひねくる。その紐は、売品にあるまじき紫色である。その紐の色は、首都天保町だな。と、主人が寝ながら言う。主人は、金田事件などには無頓着である。そうさ。 到底日露戦争時代のものではないな。陣傘に立ち青いの紋のついたぶっさき羽織でも着なくちゃ収まりのつかない紐だ。織田信長が向こう入りをするとき、頭の髪を茶船に行ったというが、その説を用いたのは確かそんな紐だよ。と明帝の文句は相変わらず長い。実際、これはじじが長州征伐の時に用いたのです。 と寛月君は真面目であるもういい加減に博物館へでも堅能してはどうだ。首くくりの力学の縁者、理学士水島勘月君ともあろう者が、売れ残りの旗本のような入れ立ちをするのは、死と対面に関するわけだから。ご忠告の通りにいたしてもいいのですが、この紐が大変よく似合うと言ってくれる人もありますので、 誰だい、そんな趣味のないことを言うのは。と主人は寝返りを打ちながら大きな声を出す。それはご存知の方じゃないんで。ご存知でなくてもいいよ。一体誰だい猿女将なんです。ははは、よほど茶人だな。当ててみようか。やはり隅田川の底から君の名を呼んだ女なんだろ その羽織を着て、もう一遍おだぶを決め込んじゃあどうだい。と、名亭が横合いから飛び出す。<laughs> もう皆そこから呼んでおりません。ここから犬の方角にあたる、正常な世界で。あんまり正常でもなさそうだ。独々しい花だぜ。えと、関月は不審な顔をする。 向こう横丁の鼻がさっき押しかけてきたんだよ。ここへ。実に僕ら二人は驚いたよ。ねえ、クシャム君。うん。と主人は寝ながら茶を飲む。鼻って誰のことです君の親愛なる苦音の女将のご母どう様だ。へえ。金田の妻という女が君のことを聞きに来たよ。 と主人が真面目に説明してやる。驚くか嬉しがるか恥ずかしがるかと寒月君の様子を伺ってみると別段のこともない。例の通り静かな調子で。どうか私にあの娘をもらってくれという依頼なんでしょう。とまた紫の紐をひねくる。ところが大違いさ。 そのごぼどうなるものが、偉大なる花の所有主でね。名帝が半ば言いかけると、主人が、おい、君。僕はさっきから、あの花について敗退詞を考えているんだがね。と、木に竹を継いだようなことを言う。隣の部屋で、サイ君がくすくす笑い出す。ずいぶん君も呑気だなあ。 出来たのかい少し出来た。第一句が、この顔に花祭りというんだ。それから次が、この花に幹備えというのさ。次の句はまだそれぎりしか出来ておらん。面白いですな。と、寒月君がニヤニヤ笑う。次へ。 穴二つかすかなりとつけちゃどうだ。と、名帝はすぐできる。すると漢月が、奥深く、毛も見えずはいけますまいか。と、各のでたらめを並べていると、垣根に近く往来で、今度焼きの狸、今度焼きの狸、と四五人わいわい言う声がする。 主人も名亭もちょっと驚いて、表の方を柿の隙から透かしてみると、はっはっはははと笑う声がして、遠くへ散る足の音がする。今度焼きの狸というのは何だいと名亭が不思議そうに主人に聞く。なんだかわからん。と主人が答える。 なかなか振るっていますなぁ。と、関月君が批評を加える。名帝は何を思い出したか急に立ち上がって。吾輩は年来美学上の見地から、この花について研究したことがございますから、その一般を悲劇して、五両君の成長を煩わしたいと思います。と演説の真似をやる。主人はあまりの突然にぼんやりして、 無言のまま命定を見ている。寒月は、ぜひ受けたまわりたいものです。と小声で言う。いろいろ調べてみましたが、花の起源はどうもしかとわかりません。第一の不審は、もしこれを実用上の道具と仮定すれば、穴が二つでたくさんである。 何もこんなに大風に真ん中から突き出してみる必要がないのである。ところが、どうしてだんだんご覧のごとく、火曜にせり出して参ったか。と、自分の鼻をつまんでみせる。あんまりせり出してもおらんじゃないか。と、主人はお世辞のないところを言う。とにかく、引っ込んではおりませんからな。 ただ、二個の穴が並んでいる状態と混同なすっては、誤解を生ずるに至るかも図られませんから、あらかじめご注意をしておきます。で、具現によりますと、花の発達は、我々人間が花を噛むと申す微細なる行為の結果が自然と蓄積して、各著名なる現象を提出したものでございます。偽りのない具現だ。と、 また主人が寸評を挿入する。ご承知の通り、鼻を噛むときは、ぜひ鼻をつまみます。鼻をつまんで、ことにこの極部だけに刺激を与えますと、進化論の大原則によって、この極部はこの刺激に応ずるがため、他に比例して不相当な発達をいたします。皮も自然硬くなります。肉も次第に硬くなります。 ついに凝って骨となります。それは少し。そう自由に肉が骨に一足飛びに変化はできますまい。と、理学士だけあって、寒月くんが講義を申し込む。名帝は何食わぬ顔で述べ続ける。いや、ご不信はごもっともですが、論より証拠、この通り骨があるから仕方がありません。 すでに骨ができる。骨はできても鼻は出ますな。出れば噛まずにはいられません。この作用で骨の左右が削り取られて細い高い隆起と変化して参ります。実に恐ろしい作用です。天敵の石をうがつがごとく、貧ずるの頭がおのずから光妙を放つがごとく、不思議君不思議衆の例えのごとく、 かように鼻筋が通って固くなります。それでも、君のなんぞブクブクだぜ。演者自身の局部は介護の恐れがありますから、わざと論じません。かの金田のご母堂の持たせられる花のごときは、最も発達する、最も偉大なる天下の珍品として、ご両君に紹介しておきたいと思います。関月君は、 思わずひやややっと言う。しかし、ものも極度に達しますと、遺憾には相違ございませんが、なんとなく恐ろしくて近づきがたいものであります。あの微量などは素晴らしいには違いございませんが、少々瞬間すぎるかと思われます。個人のうちにても、ソクラチス、ゴールドスミス、もしくはサッカレーの花などは、 構造の上から言うと随分申し分はございましょうが、その申し分のあるところに愛嬌がございます。花高きが故えにたっとからず、きなるがためにたっとしとは、このゆえでもございましょうか。下世話にも、花より団子と申しますれば、美的価値から申しますと、まず名帝くらいのところが適当かと存じます。寒月と主人は、 <笑>と笑い出す。明亭自身も愉快そうに笑う。さて、ただいままで弁じましたのは、先生、弁じましたは少し降車くのようで下品ですから、よしていただきましょう。と、寒月君は先日の復習をやる。さよう、叱らば顔を洗って出直しましょうかな。えー、 これから、花と顔の健康に一言論求したいと思います。他に関係なく単独に花論をやりますと、かのご母堂などは、どこへ出しても恥ずかしからぬ花。倉間山で展覧会があっても、おそらく一等賞だろうと思われるくらいな花を所有していらせられますが、悲しいかな。あれは名口その他の諸先生と、何らの相談もなく出来上がった花であります。 ジュリアス・シーザーの花は大したものに相違ございません。しかし、シーザーの花をハサミでちょんぎって、当家の猫の顔へ安置したらどんなものでございましょうか。例えにも、猫の額というくらいな地面へ、英雄の花柱が突骨としてそびえたら、五番の上へ奈良の大仏を据え付けたようなもので、少しく比例を失するのを極み、その美的価値を落とすことだろうと思います。 ご母堂の花は、シーザーのそれのごとく、まさしく英子殺草たる隆起に相違ございません。しかし、その周囲を異尿する顔面的条件はいかがなものでありましょう。無論、当家の猫のごとく劣等ではない。しかし、天官闇の丘めのごとく、眉の根に八字を刻んで細い目を吊るし上げられるのは事実であります。諸君。 この顔にしてこの花ありと丹ぜざるお縁ではありませんか。明帝の言葉が少し途切れる途端、裏の方で。まだ肌の話をしているんだよ。なんてゴーツくばりだろう。という声が聞こえる。車屋の神さんだ。と主人が明帝に教えてやる。明帝はまたやり始める。 計らざる裏手にあたって、新たに異性の傍聴者のあることを発見したのは、演者の深く名誉と思うところであります。ことに、炎天たる教音をもって、感想なる公園に一点の縁味を添えられたのは、実に妨害の幸福であります。なるべく通俗的に引き直して、家人淑女の健康に背かざらぬことを期するわけでありますが、これからは少々力学上の問題に立ち入りますので、 勢い、ご婦人方にはお分かりにくいかもしれません。どうかご辛抱を願います。寒月君は、力学という語を聞いて、またニヤニヤする。私の証拠立てようとするのは、この鼻とこの顔は到底調和しない。サイシングの黄金律を失しているということなんで、 それを厳格に力学上の公式から演疫してご覧に入れようというのであります。まず、H を鼻の高さとします。α は鼻と顔の平面の交差より生ずる角度であります。W は無論鼻の重量とご承知ください。どうです大抵おわかりになりましたかわかるもんか、と主人が言う。 関月君はどうだい私にもちょっとわかりかねますな。そりゃあ困ったなあ。くしゃみはとにかく、君は理学士だからわかるだろうと思ったのに。この式が演説の首脳なんだから、これを略しては今までやったかいがないのだが。まあ仕方がない。公式は略して結論だけ話そう。結論があるかと主人が不思議そうに聞く。 当たり前さ。結論のない演説は、デザートのない西洋料理のようなものだ。いいか、両軍。よく聞きたまえ。これからが結論だぜ。さて、以上の公式に、ウィルヒョウ・ワイスマン初夏の説を散策して考えてみますと、先天的形態の遺伝は、無論のこと許さねばなりません。 また、この形態に追媒して起こる心意的状況は、たとえ高転性は遺伝するものにあらずとの有力なる説あるにも関せず、ある程度までは必然の結果と認めねばなりません。従って、核のごとく身分に不似合いなる花の持ち主の産んだ子には、その花にも何か異常があることと察せられます。寒月君などはまだ年がお若いから、金田霊嬢の花の構造において、 特別の異常を認められんかもしれませんが、かかる遺伝は潜伏期の長いものでありますから、いつ何時気候の激変とともに急に発達して、ごぼどうのそれのごとく、とっさの間に膨張するかもしれません。それゆえに、このご婚儀は、名帝の学理的論証によりますと、今のうちご断念になった方が安全かと思われます。これには当家のご主人は無論のこと、 そこに寝ておられる猫股殿にもご依存はなかろうと存じます。主人はよう置き換えて。そりゃ無論さ。あんなものの娘を誰がもらうもんか。寒月君、もらっちゃいかんよ。と大変熱心に主張する。吾輩も、いささか賛成の意を表するために、にゃーにゃーと二声ばかり泣いてみせる。 寒月君は別段騒いだ様子もなく。先生方のご意向がそうなら、私は断念してもいいんですが、もし当人がそれを気にして病気にでもなったら罪ですから。はははは、冤罪というわけだ。主人だけは大いに無気になって。そんな馬鹿があるもんか。あいつの娘なら、ろくなものでないに決まってら。初めて人の家へ来て、 俺をやりこみにかかったやつだ。傲慢な奴だ。と、一人でプンプンする。すると、また垣根のそばで、三、四人が、はっはっはという声がする。一人が、高慢ちきな投片僕だと言うと、一人が、もっと大きな家へ入りてえだろうという。 また一人が、大きな毒だが、いくら威張ったって影弁慶だ、と大きな声をする。主人は縁側へ出て負けないような声で、やかましいなんだわざわざそんな塀の下へ来てと怒鳴る。はハはハはは、サベジチーだ、サベジチーだ、と口々に罵る。 主人は大いに激輪の手で、突然立ってステッキを持って、往来へ飛び出す。名帝は手を打って、面白いやれやれと言う。関月は羽織の紐をひねってニヤニヤする。吾輩は主人の後をつけて柿の崩れから往来へ出てみたら、 真ん中に主人が手持ちぶさたにステッキをついて立っている。人通りは一人もない。ちょっと狐につままれた体である。